兄さんこれ着たらモテるよって。で、俺もね、それ自分を鏡で見て、まんざらじゃなかったんですよ、なんか。そう。なので、もう言われるがままにね、買って、で、その子はね、今度僕たちがハーフだけのグループを作って、ライブやってるから、今度お前それ着て、来いよと、クラブに。で、僕人生で初めてのクラブですよ。それ着て行ったのよ。で、僕はね、自分みたいなハーフあんまり見たことなかったけど、その子たちがなんかこう、ラップしたり歌ったりしてるの見てね、なんか俺、羨ましかった。なんか自由だなと思って。うん。今までなんか俺やっぱ、こう、お医者さんにならないといけない。これやんなきゃいけない。こうしなきゃいけないで僕ずっと生きてきたから、すごいなんかね、輝いて見えたの。うん。で、彼らのライブに僕ずっと行ってた。もうファンで。そしたらある日突然、じゃあお前もやれよって。そっから俺メンバーになって、はい、ラッパーやりました。それが D クランですか？そうです。ちょっと D クランについても教えてください。はい。まあ、みんな、日本と、どこかの国が入った人。うん。だから例えば日本と台湾でも別に OK です。うん。なので、人種が別に違う必要があるとかじゃなくて、国を2つ持ってる人たちでちょっとこう集まろうと。で、初めはね、ダブルドッグズクルーっていう名前だったんですよ。で、これはね、リーダーが矢野マイケルっていうやつでね。矢野マイケルって知ってます？ヴィッセル神戸でプロサッカー選手やってた子なんですよ。で、彼がね、多分ね、まあ、僕が知り得るハーフの中では、多分一番初めぐらいに、そういうハーフだけ集めてなんかやろうぜ、みたいな。うん。で、そのチームでやってたんですけど、まあ、僕たちはね、まあ、やんちゃだし、まあ、なんていうのかな、やっぱりこう、血気盛んだし、まあ、よく喧嘩もするし、そんなんで、ちょっとやっぱりこう、中でも分裂があったわけですよ。うん。で、次にやったクルーが、要はダブルの家族っていう意味で、ダブルの D を取って、クランっていうのは血統とか家族とかっていう意味なので、D クランっていう、クルーを組んでね、いっぱいあったなぁ。ブエノスとか、ハーレム、あと、六本木のね、なんかもう、潰れちゃってなんかもうわからないですけど、ベルファーレでなんかイベントしたこともありました。うん。そのことばっかやってた。その当時、はい、バレンさんどんなことをラップされてたんですか？